トマピーです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は重大な広告の動画です。ガチです、ガチです、ガチです、ガチなやつです。しつこいです、僕しつこいです。2024年もうちょっとさっぱりしていきたいななんて思ってるんですけど、ちょっと抽象的な表現から言わせていただくと、秋葉原のカードゲーム屋さんたち100店舗ぐらいありますけど、営業妨害しまくったろうかなっていう、やめましょう、もうそういう内容です。燃えそうなこれやめましょう。でところが燃えはしないと思うんだよね。はいはい、健全な営業妨害、みんなに喜ばれながらうちのカードンっていう店が頑張ることで、まあ、みんなの営業を妨害する要素になるっていうか、でもこれは自然な競争と近い要素はね、はいはい、企業努力をちょっとあることをして、はい、まあ、みんなちょっと渋い顔するかなっていう、あ、これはちょっと煙たいなみたいな、カードも煙たいなみたいな、なんだそれ、うちの店じゃそれできないなって思うこともあると思う。ああ、なるほど、うん、カードならではみたいな。はい、ということで発表します。カードンでは2月からトレード OK の日を設けます。マジっすか？はい、え、いいんすか？やります。それ、え、でも今お店にあるポップでトレード NG って書いてるじゃないですか、はい、基本はダメです。プレイスペースとか店内でお客さん同士のトレードは基本はダメです。そこは変わりません。でもイベントとしてトレード OK の日を開催します。第1回は2月3日土曜日、もう週末ですよ、週末トレードしまくっていただきたい。いろんないらないカードありますよね、皆さんね、それをね、ぜひ欲しいカードとお金もかからず変えていただきたいというね、はい、イベントございます。昔はね、カードゲーム屋で、はい、カードのトレードって普通に行えたのよ。あ、そうなんですか。その結果、まあ、バンバン店が潰れた歴史はあるんだけど、どんどんカードがトレードできるお店っていうのはなくなって、今はまあほとんどないんじゃないかな。全国的にも多分 1% 以下とか、そんな感じだと思うんですけど、カードンではこのトレード OK の日のイベント日ならトレードできますというね、はい、何がしたいか、はい、カードンはカードゲームで喜ばれることをして集客がしたい。もっとカードンっていうお店に皆さんに足を運んでもらって、そこで笑顔になってもらって、集客のための無料イベントとしてやっちゃいます。すごー。そもそも思い出してください、カードゲームって正式に言えばトレーディングカードゲームなんですよね。トレードする前提があるんですよ。だからお店がシングル販売とかしてそれを買うっていうのもある意味は前提の中なんですけど、お店に売ったり、でもその個人間のトレーディング、トレードっていうのももう元々はね、非常にカードゲームの面白い要素、醍醐味だったんですよね。今はところが開封コレクション対戦とかっていうのが主要な楽しみ方で、トレードが楽しいっていうのはあんまり今のカードゲームプレイヤーは知らないのかなと思って、だから最近のカードゲームプレイヤーの皆さんには、ファンの皆さんには新鮮な体験をしてほしいし、昔からカードゲームやってる人には懐かしい体験をしてほしいっていうね思いと、もちろんカードも商売ですから、何か喜ばれることをして集客ができないかっていう、増やせないかって考えた結果、これいいなっていう。僕がね、若い頃カードゲームのトレードをめっちゃしたんですよ。それでお金をあんまりかけずに組みたいデッキが組めたりとか、いらないカードがなんか次のそのデッキにつながったりとか、めちゃめちゃその中学生高校生だけどお金をかけずに、なんなら値段上がりそうなカードを集めて、若くてもやりくりしながらカードゲームができるっていういい時代だったんだよ、はいはい、で今カードの1店舗でそのトレード OK の日のイベントをやったところで、若い人が1個新しいデッキを作れるのが増えるかもしれないじゃんね。そしてカードゲームにハマっていろんなこうなんか好循環につながっていく可能性もちょっとあるし、確かになんかすげえいいなと思って役員会で俺思いついて、でこれ最初週末やるんだけど、その後も平日とかで定期的に毎週とか2週1とか開催していきたいなって思ってます。どうよ。どうや。いいですね。なんかその例えばその取引、個人間の取引になるわけじゃないですか、うん、カードはね、その仲介役みたいなのが別に入るわけではなくて、あくまで個人同士でやり取りする場を設けるだけ。カードはそのトラブルの責任とか持たないから注意してやってくださいねって感じだし、お金は禁止するんだけど、はい、その場所を無料で提供しますと。なるほど。だからその取引する時の例えば、ね、その心眼鑑定とか別にカードはするわけではなくて、それはちょっとできないんだ、そこまでコストかけたら。心眼鑑定はもともとしてないしね、買い取れるものか買い取れないものかっていうのしかしてないし、じゃ
じゃちょっと詳細お話ししますね。で参加費無料で、当日ねやっぱ忘れ物とかは結構あったりとか、その何らかのなんだろう、店もさすがに協力せざるを得ないタイプのトラブルとかっていう可能性も増やしたいんで、お名前とメールアドレス、電話番号などの簡単な情報で受付はしてもらうと。でトレード OK の日の参加者ですよっていうのをこう表してもらうと。交換用カードは1人2000枚まで持ち込み可能です。結構、うん、多いでしょ。多いです、ね、これどういうことかっていうと、そのスーツケースとかにもう何でもかんでも持ってきて、その店内でお店みたいにされちゃうと、それはさすがにちょっと違うかなみたいな、トレードの体験とか不要カード交換っていう息を出て行商みたいになっちゃうと違うかなって思うんで、はい、うん、それは一応そういう2000枚までバン、まあバインダーだったらね5冊とか6冊とか、箱だったらね1600ストレージっていうでかい箱1個とか、そんぐらいの量までをイメージしてます。で、2月3日はオープンから閉店まで終日大丈夫します。専用席16席とプレイスペースのその他の空いてる席を使えます。だ結構なエリアでしょ。すごいですね。全然人来なかったら寂しいけどまあその結構来てもらっても大丈夫なようにしようかなと。で現金トレードは NG ですと。あとカードをご贔屓にお願いしますと。はい、いう感じですかね。はい、いや結構トレードって楽しかったので、ね、コミュニケーションになるんだよ。やっぱりこのカードいっぱい持ってるけど好きなんですかとか、はい、カードファイルを見るとその人のなんか辿ってきたカードゲームのストーリーに触れることができたりしてさ、あ面白いんだよね。いやもちろんそのなんていうのかな、高級車見せつけるみたいなやつもいるよ。もちろんそれもでも見たいじゃん。なんか例えば俺高校生の時、リシャーザの港っていうめちゃめちゃ綺麗なイラストのカードがあって、はい、結構いい値段するやつなんだけど9枚バインダーに入れてて、やっぱみんな綺麗だねって褒めてくれたもんね、はい、俺好きで集めてて、できればカードファイルこう開き合ってるあの時の体験をしてほしいなって思うのにな。今じゃカードファイルなんてあんま売ってないでしょ。そうですね。なぜか昔より需要がないんだ、トレードしないからみんな。これはもったいない。カードゲームの楽しい要素なんですよ、トレード。トレードとかもうない時代に始めたでしょ、カードゲーム。いや、ないですね、うん、本当にもうお店ではそれダメなんで、うん、そのトレーディングカードゲームの、ね、トレーディング部分は、うん、経験はないですね。個人大会の会場とかですらトレードしてる人あんまいなくなっちゃったじゃんね、はい、したことないっていう人もぜひね、いらないカードをバインダーに入れてね持ってきてほしいですね。カードンで扱ってる現行だけどちょっとマイナーなタイトルとか、絶版タイトルの膨大な種類っていうのはやっぱりお店としてもその高い比率で買い取れないんだよ。8割7割とか買い取れないじゃんね、その欲しい人の量を考えると3割とか4割でしか買い取りつかないようなもんだったら、カードファイルに入れて10日で交換できたらさ、欲しいものとさ、めちゃめちゃいいでしょ、うん、お金がないときはさもう当然買い取り出すしさ、はい、いいんだけど、なんかトレードっていう選択肢があったらちょっといいよね、ちょっとやってみたいな。で不要カード持ってきてトレードでうまく変わるやつはトレードして、その結果別に持ち帰るのもなんかあれだなっていうぐらいいらなかったらカードにそのまま買い取り出してくれてもいいし。確かに。どうですか皆さん、カードでトレードしてみませんか。久しぶりに、あるいは初めてのトレード、ぜひお待ちしてます。今後もねカードでは、全タイトル取り扱い売り買いするだけじゃなくてね、いろんなイベントごととかでも皆さんのカードゲームライフがよりハッピーになるように頑張っていきますんで、ぜひぜひご注目ご利用お願いします。ということで今日の動画は以上です。コメントやチャンネル登録評価お待ちします。ご視聴ありがとうございました。また明日。